ベルココウベスティーラーズ対東京サントリーサンゴリアスの一戦、あえてタッチで出さなかった、ブリバイ、ブリバイが前、下からしっかりとラップはしてると思うんですけどね、はい、3回目ですね、ちょっとす当たったところで止めてください、まず当たったところで止めてください、はい、山中亮平に対してもシーン、スピードもあるの でアップライトなので、イエローカードでオフィールドフィールド、レビューをかけますか、いや今のはね直接ではね、まあ、チェスリン・コルビが下からこうタックルに行って上がったところをっていう感じではありましたけどね、もう試合をこなすたびにね、そういった部分が充実さを増してきます、うん、決まりました、まずはポストスティーラーズが先制点を取りました、相手ペナルティの単独のショットです、高本美希也から手前速いパス、チェスリン・コルビーステップ、この位置からさらにいってスワッグ、おお、これ引っ張って、おお、ポストに8ですね、あ、直接当たってるね、直接当たってる、でタックラーはアップライトで、スピードもあるのでイエローカードでオフィロレディウ、8番かな、全世界的にこう、まあ、テストマッチだったりワールドカップだったりそういったところでもやはりコルビ選手こうステップ踏むんでああいう形になりやすいのはなりやすいですけどね、ボッキングスからサイド一旦入れました、あ、上から7番のサベア、おお、ワンハンドいってダメですね、アドバンテージか、アドバンテージです、流れキックでアドバンテージある中、おー取った、聖夜でした、よく手を伸ばしました、アドバンテージがある中でのキックから最後は手を伸ばしての尾崎聖夜、前へ競っていきます、ボールはさの、あ、手をかけましたか、サンゴリアスペナルティでした、おー決まりました、6対5再び勝ち越しです、今日のキックのフィーリングは良さそうですか、いや、いいと思いますね、もう一回ラインアウトからスイーブレイク、ハンドリックスイー、さらに外1枚サポート、かわした尾崎タイガー、外もう1枚コロミー、上がる、わー捕まえた、楽平、山下楽平からアディでした、うわ強烈なディフェンス、山下楽平光りました、森川を入れます、ピックヘンドリック、また抜けました、ついヘンドリック、さあサポートがいないところ、ここハンドオフ、戻ったコースタリークイックボールはアドバンテージ、ペナルティーでした、これ呼ばれました、ポケットイヤーカー、カムフォームサイカムフォームサイ、正面から決めて前半終了のオールする、結果的には8対6と4人さん前半でしたが、垣永慎之助から、あ、フラット外、山本海です、うまい、この位置からホッキング、さらにこれつないで中村亮斗、キック向こう側のパスです、クロスに持っていきました、あ、外した尾崎聖也、オフロード外側に当たった、追加トライ、トライでした、スイアンドリック、最後はフィニッシュです、なかなか取れなかったトライをね、ようやく、はい、ここはナイスキック、素晴らしい、高本、今4番のジェフリーズのタックルです、滑るディフェンス森川、しかしボールは繋がっている、外側のスペースで、あー、もう一回手前です、山本海うわすごい、田野場は OK か、 OK か、 OK、 山本海のタックルからでした、7番かっきり、これでまたチャンスです、ボール組まない山本海からです、中村亮太、うー近場つい外側でホッキング、上背そしてリーチの長さ十分でした、もう一本追加、サインプレーですね、でも出てきますボールは外、大外に持っていって、このディフェンスオフロード、うわ山中、山中かなり前のアドバンテージ戻ります、2トライ2ゴールでは帰らない距離圏に持っていきます、
この位置から決めてきました。23対6、17点差に持ってきます。離した山中亮平ブレイク、山中亮平、山中亮平後ろからプリバイです。その上からボールはキープした神戸、ここは点が欲しいところ。ホーキング好きだ、小畑さばく、松岡ディフェンスは揃いましたが縦を一旦入れてからです。ガットランド、山中は裏転がした、転がした、転がして入った、サウマキ、アマナキで持っていく、バウンド跳ねました、山中亮平からです。すぐに一本返してきました。これがこの試合の初めてのゴールのトライです。そしてこのキックが決まる。いや、この追撃の一本は神戸また流れを呼び戻したいような一本です。10点差14分の0。ここもキャッチ、ホッキングス出した、動かしてくる、中村亮斗の縦一発、さらにサイド戻す、外側開いてもらったか、なんと外側には堀越がいました。これもデザインイメージ、いや、そうだな、してました、イメージですか。ガットランドがランで行きそうですね。ランで行って外側、ここでマイケル・リトルがいた、スピード上げてマイケル・リトル外した、さあ中村亮斗外した、リトル綺麗なフィニッシュでした。これは技術点も高かったですね、最後のローリング。いや、このラインは本当に強いですね、リトルで。下川、これ食い込んだか、あーダメです。トレバー・ホゼア、ホゼア連続11フェーズ、中村亮斗からショートパス、桶谷前向いた、うわ、よく取った、ホゼア、よく取りました、これはよく右手伸ばしてました、ホゼア、貴重な貴重な追加点、サンゴリア。サンゴリアサイドとしては相手にはボーナスポイントも与えずに勝ち点を取りたいっていうね、はい、まあ、ですからボールをキープして保持して、ここもおそらくもうショットかな、 それか時間を稼ぐと考えると、決まりました。これで36対20、16点差、残りがあと2分という時間です。今日ようやく松永君にボールが当たりましたね。なかなか走るシーンなかったですね。ティモシーです。ラファエル外サポート TOT がいますが、ここはもうブレイク、これが最後のワンプレーでトライになってきました。お、あ、そしてここでノーサイドということになりました。このプレーオフ圏内争う両チームの戦いでしたが、後半ゲームがかなり動いて、トータル36対27、最後のコンバージョン神戸が決めたんですが、勝利はこの東京サントリーサンゴリアスということで、3位上位を、ね、キープするという形です。あそこですね。そしてプレーオフザマッチは今日は2番キャプテンの堀越選手がピックアップされました。選手に聞いてましたね、やっぱり。はい、まあ、もちろんフィールドプレーというところプラス、あとは僕はラインアウトじゃないですかね、安定感ありましたね、はい、安定感ここだと思いますね。